ハローラ、ケアティサカチャンネルのケアです。タキです。さあ、今日は何をするんですか？今日は、初心者必見。はい。リフティングをやっていきたいと思います。あ、いいですね。もう、リフティングが続かない子、リフティング全然できない子っていうのは、まずこの最初のステップを一緒にやっていってほしいと思います。はい。ということでね、じゃあ早速やっていきましょう。いきましょう。はい、じゃあね、早速やっていきたいと思います。これは何分シリーズですか？これ3分シリーズです。3分一緒にリフティングをまず練習していこうっていう、はい、ことでね、早速やっていきたいと思います。はい、まずはじめはリフティングで一番大事なのはやっぱり足の甲に当てるってことだから、それをまずね、練習していきたいと思います。はい、はい、じゃあいきます。はい、やっていきましょう。はい、よーい、スタート。はい、じゃあ手を伸ばしてボールを下に落としてインステップに当てるだけ。まずはこれをしっかりやっていきましょう。はい、はい、まずしっかりその足の甲に当てる、足の甲に当てるその硬い部分ですね、硬い部分に当てるってことはすごく大事なんですけど、それとまあもう一個大事なのはこの手をしっかり伸ばして、手をしっかり伸ばして落とすことによって、その体と足、その足ボール、その距離感、全部距離感がすごく大事だから、足ってもちろん伸ばした時にこうやってしっかり甲に当たるこの距離ですよね、この距離っていうのがあるから、それを意識しながらやる。やっぱり例えば手伸ばさずに落としちゃったら当たんないじゃん、足の甲に。だからしっかりと手をまず伸ばして足を上げた時に足の甲に当たる距離っていうのを意識してやってください。あと非常に体重が乗らないことに、こうならないしっかりとこっちに立ってる足に力を入れて、はい、終わり。はい、はい、じゃあ次はね、このステップができる子はボールを落としたらキャッチできるぐらい高さ、キャッチできるぐらいの高さまで上げてやっていきましょう。はい、はい、じゃあ行きましょう。よーい、スタート。で、この時に大事なのはさっきその蹴らずに止めてたと思うんだけど、そこからちょっとずつ力を加えていくだけ、ちょっとずつ力を加えていって、だん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 ある程度こうおへそぐらいの高さまで上げれるように蹴ってみましょう。はい、でこの時にしっかり足首に力入れてね、むちゃくちゃボールを叩くっていうよりも足首に力を入れて当てるだけっていう感覚かな。そうだね、当てるだけ、つま先に当たらないように、つま先に当たらないように足の甲に、紐を結んでるところ、そうだね、まあ家でやってる子はまあ骨の硬い部分は足の甲にしっかり当たるように、まあ、それはね画像でまた、はい、ここら辺に出てる。待って、いいよ、一回ずつね、別に何回もその繰り返す必要ないから、とりあえず一回をしっかり蹴ろう。はい、オッケー、ナイス。はい、じゃあ最後はこれをできた子は2回連続でトントントンキャッチ、トントントン。でその前に1個ね、すごい大事なワンポイント、はい、足首を固めるときに足首固めてって言われて、多分どうやって固めたらいいんだって、この子に1個まあ大事なの、その鍵というか、ここに力を入れたら足首固まりますよっていうことが1個あって、はい、ここにしっかり力を入れよう、みんな、この、ね、何て言うのよ、ここ足首の始まり、ここにしっかりとこう足首を伸ばして、ここに力が入れば足首ってロックされるから、確かに、そこにちょっと力を入れる感覚、なんかこう足首に力入れてねって言われて、つま先の方に力入れたって足首って固まらないの、足首固めるのに大事なのここだから、それができたらしっかり足首がボールに負けないでボールを蹴ることができる。ただこうつま先を上げてこうロックしないように、そうだね、こう伸ばした状態でここに力を入れる、伸ばした状態でそこに力を入れる、これめちゃくちゃ大事なワンポイントです。はい、はい、じゃあそれを最後意識してね、はい、やっていきましょう。はい、はい、最後は2回蹴る。はい、はい、よーい、スタート。はい、あ、2回だ、2できる子1、2って、これ3回とか4回とか5回とかやらなくていいから、この1分間はもう必死に2回を本気で、リフティングって結局だから同じタッチをずっとやることだから、そうそうそう、しっかりまず同じ1回をしっかり毎回同じところで触れるようになることが大事ですよね。そうですね、反復練習だからね、リフティングはね、そうそうそう、だからまずこの2回を集中
帰ってきてる同じところに。わからない。同じように帰ってきてる。帰ってきてる。怪しいぞ、なんかめっちゃ怪しい時あるぞ。同じところに常に。はい、すいません。あとボールも回転だね。そう、ボールもあんまり回転しないように意識して。そうそうそう、今のよかった。そう。はい。でしっかり手伸ばして落として、1、2、足のその硬い部分ね、甲の部分にしっかり当てて、1、2で1、2って、いいよ、いい感じいい感じ。はい、3、2、1、はい、終わり。はい、オッケー。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、いかがだったでしょうか。いかがだったでしょうか。まあね、3分っていう短い時間で集中してリフティングの練習をする。まずね、やっぱりそのリフティングできるようになりたい子でやりがちなのが、とにかくなんか続けちゃう。なんかこう、はいはい、10回やっちゃうとか、別に3回4回もその何回も連続でできないのに、とにかくなんか最高記録を目指しちゃう、はいはいはい、それやっててもね、正直太ももとかなんかいろんなとこ使っちゃうから、それよりもこういうので1分間、まあ3分間ですか、3分間集中して、インステップに当てるってことを集中してやってほしいですね。そうだね。まず大事なのは回数じゃなくて基礎をしっかりやること、うん、はい、ということでね、この動画を見て少しでも、リフティングが苦手だった子がね、うん、上手になってくれればなと思います、はい。この動画がいいねと思ったらグッドボタンの方と、僕たちの活動を応援してくださる方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。